ニコル・バイディソバは、チェコの女子プロテニス選手。両親の仕事の関係で、ドイツ・ニュルンベルクに生まれる。WTA ツアーで、シングルス6勝を挙げている。身長183センチメートル、体重63キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。長身トルクスを兼ね備え、プレースタイルもよく似ていることから、シャラポは2世と呼ばれることがある。 バイディ・ソバは母親の手ほどきで6歳からテニスを始め、2004年1 5歳で女子テニス国別対抗戦、フェドカップのチェコ代表選手となった。同年の全米オープンで四大大会にデビューしたとき、予選3試合を勝ち上がって本戦に進出したが、本戦1回戦で第1シードのジュスティーヌ・ウェナン・アーデンに敗れた。2005年度の4大大会成績は、 全豪オープンが3回戦、全仏オープンが2回戦、ウィンブルドンが3回戦、2度目の全米オープンが4回戦進出となる。2005年のフェードカップワールドグループ第2部では4月23日24日の1回戦でチェコと日本が対戦し、チェコが3勝2敗で日本を破った。4月23日に16歳の誕生日を迎えたばかりのバイリソバは、 フェドーハイデビューでいきなりシングルスに起用された中村愛子を6から3、6から1で破ったが、エースの森上明子には3から6、2から6で破れている。10月には、韓国オープンと日本のジャパンオープンで2週連続優勝を遂げた。このジャパンオープンの決勝では、対戦相手の立ち穴ゴロビンが第2セットの途中で危険してしまった。2006年度の4大大会で、 ニコル・バイリソバは、前後オープンと前仏オープンの2大会連続で、アメリ・モレスモと4回戦で当たった。前後オープンでは1から6、1から6で完敗したが、前仏オープンでは、地元フランスの大会で、初の第1シードとなったモレスモを6から7、6から1、6から2で破り、地元声援の壁を打ち破った。続く、準々決勝でも、ビーナス・ウィリアムズに勝ったが、 初めての準決勝では2004年全米オープン、優勝者のスベトラーナ・クズネッツォワに7から5、6から7、2から6で逆転負けした。全仏オープン後の4大大会成績は、ウィンブルドンでは4回戦で、リダニー6から4、1から6、3から6の逆転で敗れ、全米オープンは3回戦で、エレナ・ヤンコビッチに敗れた。2007年の全豪オープンで、バイディソバは、 第10シードから自身2度目の4大大会、準決勝に勝ち進んだが、過去にこの大会で2003年2005年と2度の優勝経験を持つセリーナ・ウィリアムズに6から7、4から6で敗れた。この年はウィンブルドンで初のベスト8進出がある。バイリソバは4回戦で大会前年優勝者のアメリ・モレスモを破ったが、続く準々決勝でアナイバノビッチに6から4。 二から六、五から七で逆転負けした。2008年は、ウィンブルドンで二年連続のベスト八に入ったが、準々決勝で、定期予しに二から六、七から五、一から六で敗れ、中国人選手に道を阻まれた。2010年3月、ランキングが100以下に落ちて低迷していたバイディソバは、ラデクステパネクトの結婚と、現役引退を発表した。 2010年7月に挙式した。2013年に離婚。2014年9月に現役へ復帰したが、好成績を残すことはできず2016年に再び現役を引退した。2018年にラデックス・テパネクト復縁し再婚。6月第一子女児を出産した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。テニス界の新生ニコルバイティソバ、リーボックブランドパートナーへ、リーボック2005年1月27日のリリース。ありがとうございます。